選手引退セレモニーを開始する前に安藤さんの経歴をご紹介させていただきます。1995年6月28日、28歳、大分県臼杵市生まれ。小学1年生の時にワールドカップ日韓大会を見てサッカーを始め、中学1年から JFA アカデミー福島に3期生として所属。2014年湘南ベルマーレに加入し、期限付き移籍した福島ユナイテッド FC でプロデビュー。2シーズンプレーし、2016年には津江県金沢でプレー。2017年は湘南ベルマーレに復帰しました。そして2018年、松本山雅 FC に加入。2020年は水戸ホーリーホックでプレーしますが、2023年までの延べ5シーズン松本山雅 FC でプレーしました。ボール奪取能力に優れ、攻守の起点となってチームを牽引してきた安藤選手。 J リーグ通算152試合出場、4得点という記録を残し、2024年1月16日にプロサッカー選手の引退を発表されました。そしてこの春、松本山雅 FC オフィシャルスポンサーの中村漆器産業株式会社様に就職され、第二の人生をスタートされました。それではただいまより安藤明さん、プロサッカー選手引退セレモニーを執り行います。安藤さんがピッチに登場します。ご来場の皆様、全体から拍手でお迎えください。安藤明さん、ご無沙汰しております。東京都サッカー協会の中田です。安藤さんとは2009年から13年までの5年間 JFA アカデミー福島の選手と監督という立場で、とても楽しいサッカー漬けの生活を送れたこと、すごく印象に残ってますし、嬉しく思っております。特に高校3年生の2013年はプレミアリーグ初参戦ということでしたが、チームのキャプテンとして個性的な選手をまとめ上げ、そのリーダーシップが遺憾なく発揮されたと思っております。これからセカンドキャリアが始まります。そのリーダーシップを存分発揮してご活躍されることを記念しております。本当にお疲れ様でした。湘南ベルマーレから来ました安藤明です。素晴らしいサポーターの皆さんの前でプレーすることを楽しみにしています。お疲れ様でした。秋田とは3シーズン
一緒にプレーして、サッカーも私生活もこのようなことにこだわりを持つってことを僕も学ばせてもらいました。次のステージに行っても明らしく輝きのある生活を送れたらと思ってます。応援してます。また松本に行ったときはご飯一緒に行こうね。お疲れ様でした。今の、映像
ですし、今日試合前にいろんな方にお疲れ様とかありがとうって直接言っていただくことができて、本当に今までサッカー選手としてあまりこういい成績を残したりいいプレーを出せなかったなって少し悔やんでいる僕の気持ちが皆さんのおかげで少し晴れました。サッカーやってきてて本当に良かったなと思いますし、これからの僕の人生で本当に忘れられない日々になったと思います。ありがとうございました。これからは、この松本山郷のスポンサーである、中村漆器産業株式会社に、移籍するという形になりましたが、まあピッチには立てないですけど、これからも松本山郷のことを応援して、何か松本山郷のために、そしてこの松本という町のために、これからも頑張りますので、皆さん、これからも応援してください。よろしくお願いします。最後になりますが、これまで僕の、サッカー人生を応援してくれた全ての方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、安藤さんのご家族より花束とフォトフレームが贈られます。長いプロサッカー選手生活、本当にお疲れ様でした。